バルガです。今日はあの私がジムに行った時に持ってくアイテムの紹介をしていきます。レッツゴー！はい、今日は私がね実際にジムに持ってってるカバンなんだけど、その中を見せていきます。えい！はい、それでは早速カバンの中身です。この中に入ってるやつなんだけど、あのざっくり言うとね、こっちがトレーニング終わった後メンテみたいな、でこっちがトレーニング中のものです。で一個一個説明していくんだけど、トレーニング中はねこうやっていろんなものを持っていくから、このカバン汚いけどこれに入れてます。でこっちがね、まあ基本私はねいつもダサいんだけど、コンビニのさ、この作業用のテープ手袋あるじゃん。グローブとかさ買うとさ、ウォールドジムでね高いんだよね、なんか地味に2000円ぐらいしたりさ、これね300円。でこれでね、あのなんだっけ、ダンベルとかを握ってます。これをね握るとね、あの滑らないからトレーニングがめちゃくちゃしやすくなります。皆さんも使ってください、よかったら、ね、で背中トレーニングの日はね、これをグリップを使ってます。ゴールドジム、まあこれ結構みんなが使ってるよね、これ超使いやすく使ってます。あとね足の日とかでダンベルを使う時もね、これを使って無駄に握力を使わないようにしてます。でこっちがこれもグリップ、胸トレの日にね、女の子って手首が細いじゃん、だからね結構痛めやすかったりするから、胸トレーニングとかする日はこういうグリップをつけた方がいいです。実際につけてみる、みんな興味あんのかな、ないかな、まあこんな感じでつけて手首を固定するとベンチプレスとかめっちゃいいです。あとはあのスクワットするときに腰怪我しないようにね、あと背中の日とかも重りを使うデッドリフトの時とかはこれを使ってます、ベルトでね。ベルトをさ減量でね楽しいのがこれさ、いろんな穴あるじゃん。私ね減量の初めの頃太ってるからね、ここら辺なのね。で減量が進むにつれて最後はもう一番ここまで来るから、なんかいかにここまで到達できるかが私の楽しみで日々頑張ってます。そうでこれをね全部このカバンの中にねポーンって適当に入れて、トレーニング中は持ち歩いてます。何してもいいよね、こうやってバーって入れて持ち歩いてる。今のやばくない？ちょうどさ、でねトレーニングあとはね、まあカバンの中にサプリ、結構サプリねいろいろ飲んでるんですけど、まあこれも興味あったら次紹介するので、興味あったら教えてください、コメントとかで。でねトレーニング中はこの600のボトルに BCAA とかここにあるんだけど入れ方やばい、これを入れて見える？そうトレーニングをしてます。でこの中にも入れたりするの、めっちゃ可愛くない？これをねカバンにこうやってぶら下げて持ち歩いてます。あとなんだろう、トレーニング終わった後はねプロテイン、これカバンに常に入れてるんだけど、こういうねこういうやつって売ってるから、小分け、元から小分けされてて、私ねめんどくさがりだから、こういうのを持ち歩いて、まあトレーニング終わった後にシュクシュクってやって飲んでます。あと何かな、あとね手とか汚れるからウェットティッシュ、ウェッティー必見じゃん。でトレーニング終わった後の着替え、常にね服はねあの汗をかくのでたくさん持ち歩いてます。でねこうやって小分けにしてさ、ズボンとか靴下あと下着も入れてくと分かりやすいので便利です。であとはね髪の毛とかもぐちゃぐちゃになっちゃうから手袋した方がやばくない？これこの櫛ねめっちゃおすすめなの。
なんかね、イギリスかどっかのか知らないけど、キャングルってやつで、髪の毛がね、サラサラになる。と、まあ、ちっちゃいオイルとか、あと髪の毛がボサボサにならないように固めるやつを入れてて、これ髪類。こっちがじゃあ、お化粧直し。トレーニング後にね、お化粧とかしたかったら、まあ基本的なもの、アイライナーとか、これも私が何か使ってるか気になったら教えてください。この入れ物はね、あのエミレーツで無料でもらったやつ。私昔ねエミレーツの CM になりたかったなれませんでしたが、まあ記念に撮ってます。あとね、トレーニング終わった後に一番大事なものを見せます。じゃ、これは何が入ってるかというと、ギャッツビーこれね、汗臭いの嫌じゃん、終わった後に。なんでこれはもう絶対に持ってます。超おすすめ、いいね、うん、いいね。でこれがね、デオドラント、脇、これも臭くならないように声につけたりとか、あとトレーニングを化粧してやらないんですけど、仕事の後だったらね、どうしてもまだ化粧したままだから、化粧落としを持って、化粧を落としてからトレーニングをしてます。あとタオルかな、普通にタオル。あとね、お弁当を持ち歩いてるんですけど、私ね、よくね、あ、お弁当食べよう、トレーニング終わったら食べようと思って、でもお箸がないっていうことがあるから、お箸とストローを持ち歩いてます。以上かな。はい、以上が私のトレーニングの日にカバンに入ってるものでした。皆さんも同じものとかって入ってましたか？でね、あの、私が入れてないものでおすすめのものとかもあったらぜひ教えてほしいので、あのコメント欄に書いてください。お願いしますぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまたお会いしましょう。バイ。どうも、まるです。今日はあのねもう一回ちょっと笑って。